どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。トランクスがセルを倒し数年余りが経っていた。生き残った者たちによる町の復旧は順調に進められ、人々はついに平和な暮らしを取り戻していた。トランクスもまた戦いの日々から離れ、ブルマと共に平穏な暮らしを送っていた。いつもの見回りに行ってくるよ。父さんや亀仙人さんたちの様子も気になるし。見回りなんて大げさね。もうすっかり平和になったんだし、肩の力を抜いたら。人造人間たちを倒してからは大きな問題は起きてないけど、何が起きるかわからないから。わかったわ。行ってらっしゃい。気をつけるのよ。うん、行ってきます。さて、今日はどこから見回りしようかな。こんにちは。お、海洋神。はい、こんにちは。なるほど、確かにいい魂をお持ちのようだ。同じセリフ言ったね。魂。このトランクス編になって食べ物って俺全然食べてないんだよな。食べ物があればね、戦闘力結構上がるんだけども、いらっしゃいませ。食材がまずないのか。あ、食材が全然ないんだ。そうか。あー、作れるには、あ、作れるんだな。うん、作れる。多分コース料理も、あ、作れそうだね。あ、でもほんと素材がないんだ。あ、デザートなんてもうほぼほぼ素材ないじゃん。そうか、素材を取ってこないといけないか。これね、料理、コース料理食べると、ありがとうございます。戦闘力がね、30% とか上がるのよね。 30% 相当だからね。あ、まあまあ今のね、レベル250には必要はないんだろうけど。あー、でもまあ途中ではすごい欲しい時はあったな。素材はいることはいるのかい。肉、いやでも、あ、いた。あ、いるにはいるんだな。こいつはうまそうだぞ。こいつはうまそうだぞ。いるにはいるけども、あ、こいつはうまそうだぞ。今取らずに別にガムシでいったのか俺は。なるほどね。アイテムがあるにはあるんだ。こいつはうまそうだぞ。そうか、うん、弱そうだな。いや、まあまあ、もう今さらだな。今さら、序盤の方はすごい欲しかったけど、まあ今さら必要ないか。いいか。